振り袖に締めるあの帯結び、簡単、超簡単な帯結びなんですけども、使う帯はこう見ていただくとちょっと分かると思うんですけども、厚手で、昭和レトロな感じのね帯なんですね。ですけど、まあ、着物は今風なもので、タンスの中にもしかして、ま、ママ振りでね締めた帯とか、おばあちゃまがあの使った帯とかあるかもしれませんね。そんなので、あの結ぶ時にちょっと今風で、可愛くって上品なお嬢様風の超簡単なビッグリボン結びっていうのがあるんですけども、それを今日はやってみたいと思います。いつものように胴に二巻きしていただいて、これはあのちょっと硬い帯でちょっと短めなので、あの結ぶとちょっと足りなくなるといけないので、交差して紐にしてますが、もちろん結んでも構いません。どちらでも大丈夫ですので、一応手が上で、セッティングしてます。でこれからあの始めますので、で、柄止まりを左の脇で、ここからこう見えないように左の脇にしていきます。と当然ながら、あの目先の頃柄止まりもちろんこう長く出ます。はい、ここから始めます。この柄止まりなんですけども、ちょっと細くか縫っていただいて、そんなに丁寧にしなくて大丈夫ですかね。このままここに入れていただいて、背中と帯がね、あってですね、帯さんになりますから。そして三重紐を使います。そうしましたら、これもちょっとこちらに、タレもこちらに預けますね。今日はこういうあの開幕ね、こういう形、これが丸くなった方が多いですね。開幕でも、あの普通の手結び枕でもどちらでもいいんですよ。大体そうですね、開幕、あの振り袖に着てた方は開幕をお持ちだと思うので、開幕使っていただいて、ね、ここに、ね、タレ元ここでちょっとやめなさい、こうやって広げて、で、おびやにね、あとでね、始末しますけど、ここで左の羽を作ります。で左の羽をこうして、であちらから見てね、ここの羽がここで見るとね、まあ 4,5 センチはこう出てるように見えますが、向こうから見るとこれでだいたい1センチぐらいになるんです。向こうから見てね、正面から見てそのぐらいの羽の長さにします。でここで、二つ山ひだっていうのを取りますが、二つ山、ここでね、こういう感じで二つ山、そんなに丁寧にしなくても大丈夫ですけれども、一応ね、はい、それでふわっとしたね、あのリボンにしたいので、ゴムはあのでいつも止めるので止めません。三十紐に直接かけます。はい、
そして長さちょっと見ますね。残りの、ね、対応調整もしますから。でここでこのように今度は、右肩ですね、右肩で羽を取ります。二つ山ひだですから、羽のこうですね、なんかをこう半分に折りますね。でサイドを一つずつ山取ります。そしてこの長さ調整して、あとでまたちょっと調整しますけど、こうやって30ひもの真ん中引いてきます。先ほどは一番手前を引きました。そうしましたら、この、肩に預けた手先ですね、手先をここで下ろしてきます。でこの下ろしてくる時のこの、リボンですから、そんなに丁寧に、なんなくても大丈夫ですからね。ちょっとこちらに来て背中にこう沿わせる感じですね。でこちらもこうしてこう広げて背中にこう沿わせる感じですね。この感じで、こんな簡単なんですけれども個性的で存在感があって、帯も生きる簡単なんですけど、ここでまたちょっと飾り、こんな感じの飾り紐とかリボンとか髪の毛に使った、飾りの中でも使ってないこういう首紐とかあったらね、こんなのでもこれは結構手頃で、あの小物屋さんとかにも売ってるんですけど、これを今日はね、ピンクとブルーで合わせてみましたが、見ての通りね、簡単なんですけども、あの華やかで結構喜ばれるんですね、こういうのを結んで差し上げると。で、あの結ぶ方も簡単ですし、あの結んでいただいているお嬢さんも楽ですし、で多分タンスの中にこうねあるんじゃないかと思いますが、こういうあの昭和レトロな帯ね、どうしても硬めで、あのふくらすずめをやったりおぼんこやったぐらいのだったらいいんですけども、ちょっと扱いづらい、短くてちょっと扱いづらいところもあるんですけども、この帯結びだったら絶対間違いないです。ですのでちょっと練習して結んで差し上げて、あのマフリの一緒に置いてあるような帯とか、おばあちゃまがあの締めたような帯とかあったら、あのお嬢様に着せて差し上げるのにはとても向いていますので、ぜひ練習して、あの結んでいただけたら嬉しいです。じゃあまたお会いしましょう。